3! ダメ東京っていうか、おい、人足んなくねえか。あれ、日向は英語自信あったんじゃ。じゃあ、あの超人コンビ、今頃補習受けてんの？あ、でも…うわ、女子が二人になったる。綺麗系と可愛い。あ、はい。もう他の連中も集まってきてる。お、赤点ボートどもノリな。東京までなんてあっという間に届けてやるよ。はい。アップ取ったらこの中に入って、あとはひたすら全チームでぐるぐるとゲームをやる。レフトだレフト。くそ、さすがに強いですね。腕もげる。残念、こっちでした。すごい連携。因縁のライバル、ヤクザ。はい、やら、赤字。全国で5本の指に入るエース。弱さ、お前って最強。へへへ。じゃあフライングしてる。あいつら何杯目だよ。ひとかちゃん抑えて。どうどう、大丈夫。やったね、上出来姉さん。主役は遅れて登場ってか。腹立つわ。ナイスレシーブ。ナイスサーブ。いいサーブやるな。シュートナイス。子たちは面白くなりそうだな。逍遥の速攻は相変わらずすごかったな。でもあれじゃ今までと変わらないんだ。あ、なあ、あの猫間のミドルブロッカーって何者なんだ？ハイバーリエーフ、ロシア人と日本人のハーフだよ。リエーフは高校からバレー始めたから。あれで高校から？うん、それなのに一緒に組まされたりして大変だった。今はほぼ元々の身体能力とセンスだけでやってるね。あと身長。確かにあの身長はずるい。こいやー。タオルいる？あ、はい。上がった、剣のカバー。さあ、カラスノが強さを手に入れるために求めるのは安定か、とも進化か。集合。今日の一発目はネコマだ。日向と影山は久しぶりのネコマ戦だよな。ここらで一丁かましてこい。はい。ナイスレシーブ。ナイスさん、ナイスレシーブ。ナイスチャンスボール。カバーカバー。分かった、影山ナイス。おらい、ラスト頼む。おう。すみません、ついボールだけ見てて。ヒナガラスに進化の時か。お前がそれを求めるな。フォートの花形であれ、貪欲に自分こそが頂点であると言え。なあ影山、ユンの方の速攻。俺
目つぶんの。ああ俺が撃たせてもらう速攻じゃ。お前が何考えてんのか知らねえけど、話なら後で聞いてやる。お前のやりたいことをどうするかはともかく、今日は一旦頭を冷やせ。またさっきみたいな接触プレイで怪我されたらたまらんからな。よっしゃー、どんまいどんまい。次次カバーカバー。ポンナイさん、ありがとうございました。さあ春高予選前、最初で最後の長期合宿だ。一週間毎晩のみに付き合ってもらうからな。はい。そっちも3年全員残ったんだな。そっちは2日目に去年の優勝校と当たったんだろ。ああ、ベスト8止まりだ。またな、日向、次も止めてやる。負けねえし。はい、皆さん、お疲れ様でした。したこのところ休みなしでしたので、ゆっくり休んでください。影山、トス、あげてくれよ。二人はまだ帰らないの？八千さん、ちょっとだけボール出してくれない？やってみる。息を取られて、マックスのジャンプじゃない。できるかわかんねえ攻撃を繰り返すより、攻撃とかサーブとかブロックとか。この速攻が通用しなきゃコートにいる意味がなくなる。この速攻にお前の意志は必要ないって言ったんだ。うまくなれないままだ。喧嘩はダメだよ。自分で戦える強さが欲しい。てめえのわがままでチームのバランスが崩れたのが。かけやまってくれるまで離さない。今のままじゃ上にはもう通用しないんだ。お前
八千さん、ごめんね。いいよいいよ、そんな。リベンジ誓って高校来たら本人いるし、予想以上に感じ悪いしで散々だったけど、初めて友達じゃなく相棒ができた気がしてたんだ。じゃあまたね。